ロサンゼルス時事、米大リーグは13日、不覚地で行われ、右足付け根を痛め故障者リスト、セシリットル、入りしてい。タドジャースの前田が復帰してレンジャーズ戦に先発し、5回を投げて5安打2失点で勝敗はつかなかった。チームは延長11回に 3-2 でサヨナラ勝ちし、3連勝となった、時事通信社。